はい、それではそろそろ開演時間となってまいりましたので始めてまいりたいと思います。皆様おはようございます。本日は五明の里生活博物館展クリスマス企画オカリナ&コーラスコンサートにお越しいただき誠にありがとうございます。本日一同を代表してご挨拶申し上げます。私松山市地域おこし協力隊五明地区を担当しております橋本秀和と申します。どうぞよろしくお願いします。はじめに皆様にお願い事項がございます。携帯電話スマホ等ですね、電源がオフまたはマナーモードになっているか今一度お確かめのほどよろしくお願いいたします。本日のスケジュールを申し上げます。本日のコンサートは2時間を予定しております。半ば1時間ほどのところで休憩時間を約10分ほど挟みまして後半につないでまいります。ではここでですね、本日の出演者を紹介いたします。オカリナグループ木漏れ日メンバー一同起立。レイ参戦。コーラスグループナズナの会一同起立。レイ参戦。指揮者道方文恵氏。ピアノ、橋田恵里氏。ありがとうございます。以上のメンバーをもちまして本日のコンサートを開催いたします。最後までお楽しみくださいませ。それでは皆様いよいよコンサートの開催でございます。盛大な拍手でお迎えくださいませ。いたしました。皆さんおはようございます。私たちはオカリナグループ木漏れ日と申します。拙い演奏ですけども一生懸命演奏させていただきますので最後まで聴いていただけたら幸いです。まずお手元のプログラムにありますように今日オカリナで演奏する曲目はまず最初に星の世界、上を向いて歩こう、高原列車は行く、ジングルベル、野に咲く花のように、空のオカリナ、土笛の歌、広い川の岸辺、で最後に2曲、この町でとふるさとはコーラスと一緒に歌とオカリナで楽しんでいただけると思います。最後までお待ちください。
はい、じゃあ、前半のおかげなを終了させていただきますが、小森さんの、失礼しました。小森さんは私たちでした。よろしくお願いします。コーラス夏田の会演奏させていただきたいと思います。まず1曲目、日よしこの夜、お聴きください。
クリスマスの曲ひよしこの夜をお聴きいただきました。次プログラムでは泡天望のサンタクロースになっているんですけど、今日はなんせ12月24日クリスマスイブでございまして、サンタさんの方が結構大忙しということで、この泡天望のサンタクロースをちょっとカットさせていただきます。そうしました。次学生時代、これはですねプログラムの方に歌詞が入っております。よかったら皆さん歌ってみてください。学生時代
しくお聴きいただきました。次、手のひらの太陽です。Thank you.
してもね、ここで指揮をしてますとちょっと歌いたくなっちゃいますので2曲ほど歌わせていただこうかと思います。まず1曲目に明日という日が、これ夏川りみさんとか秋川雅史さんとか歌っております。この5秒の地域が明日、ね、どんどん成長していくことを願いながら、そして皆さんの幸せを願いながら、明日という日が。2曲目、せっかくですのでこのクリスマスにあった曲何かないかなと思って考えました。アベマリア、アベマリア、シューベルトとかグノーとかマスカーニ、ハッチーニ、いろんな作曲者が作曲してるんですけど、今日はグノーのアベマリアお聴きください。2曲お聴きください。
今度12月の29日にですね、また私歌とフルートとピアノと こちらの方で29日の2時からありますので、ま、年末でちょっとお忙しいんですけれど、もしお時間がある方はお越しくださいます。それでは今から10分の休憩をさせていただきたいと思います。入るに当たりましてお知らせ事項がございます。本日24日を終えた後29日、12月の29日、年末大変押し詰まってまいりますが、本日ですねご指導いただいております、先生ですね、市方文先生と、それからお仲間のピアノの先生、フルートの先生にご登壇いただき、コンサートの方を特別に開かさせていただきます。五明地区応援コンサートということで、先生方に約1時間半ほど、ご演奏いただくことになっております。お時間が終わりの方はですね、大変素晴らしいコンサートですので、ぜひですね、こちらの方も足を運んでみていただければと思っております。そして年が明けまして1月12日ですね、こちらは大名地区の方で企画しております。この度は能楽を楽しむと題しまして、演目を皆様にお披露目いたします。年が明けてお正月のひととき、ぜひ皆様ですね、こちらの方も楽しんでいただければと思っております。ご案内はですね、こちら出口を出まして案内のですねイーゼルがございます。そちらの方にチラシ非常にこう限られておるんですけども、本日今申し上げた内容につきましては、チラシがございます。ご興味ご関心おありの方はですね、ぜひ帰りにチラシの方をお手元に、取られて、お帰りいただければと思います。それではですね、ただいまより後半に移りたいと思います。どうぞ皆様、盛大な拍手でお願いいたします。Thank you.
Thank you.
以上でプレゼンの演奏曲終わるんですけども、まあ、ちょっとこの町でとふるさとを終わらせていただきます。
木田さんの演奏があって、ちょっと皆さんうとっとされてないです。大丈夫です。それではまたコーラスの演奏を始めさせていただきたいと思います。次はみかんの花咲こうか、これまた皆さんとご一緒に歌いたいと思いますので、プログラムをご用意ください。みかんの花咲こうかの後が、あの素晴らしい愛をもう一度、2曲と。Thank you.
昔という曲なんですけれど、正岡子規の春や昔十五万石の城下かなという有名な句があります。それに新井満さんが曲をつけました。春や昔お聴きください。
コーラス最後の曲、皆さん大工って聞いたことありますか？この年末にねよく歌われると思います。タン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 、これがですね、あの藤沢典正さんという方が作曲されまして、希望の歌という曲があります。また曲の途中でこのメロディーが聞こえたら、皆さんもよかったら一緒に歌ってみてください。ラララララです。ラでなんです。なんでも、ハーでも、フンですけど、なんでも大丈夫ですので、よかったら皆さん歌ってみてください。最後に希望の歌を聴いてください。
会いしたいと思います。皆様、最後にもう一度大きな拍手でお願いいたします。今年で、2回目を迎えました、本イベントでございます。今後もですね、五明地区まちづくり協議会が、このようなイベントを開催を継続するかと思います。ぜひですね、皆様、応援のほどよろしくお願いいたします。最後にですね、もう一度、ご案内させてください。あちらにございます白いイーゼルの方にですね、次回29日のコンサートのご案内と7月12日の、能楽のお知らせがございます。ぜひですね、お手に取ってお帰りいただきたいと思います。これで2回目なので、皆様多分手に取って帰っていただけるかと思いますので期待しております。本日は皆様、本当に、お忙しい中お越しいただきましてありがとうございます。これにて、本コンサートをですね、終了としたいと思います。皆様本当にどうもありがとうございました。はい、